遠野に一つの美術クラブが誕生しました。絵の楽しさを伝えたいと教室を開いたご夫妻をご紹介します。グッドラックストーリー。遠野市に住むグラフィックデザイナー阿部拓也さんと画家の菅野舞子さんご夫妻は、昨年絵画や工作の教室遠野美術クラブを立ち上げました。教員をずっとやってきたっていうのもあって、美術クラブみたいなものをやったらみんなとも知り合えるし、この地域で自分ができることってなった時に、これかなって思ったっていう感じで。やっぱ楽しかったとか、うちの子が苦手意識があるんだけども、もううちでも描くようになったっていうお話を聞いたりするんですよ。なんかそういう時はすごくこう嬉しい気持ちになりますね。秋田県出身の阿部さんはアートディレクターやデザイナーとして、宮城県出身の菅野さんは画家として、共に仙台を拠点に活動していました。そんな2人が遠野に移り住んだのは2年前のことです。いろいろなものがもう充実して、常識だったりとか価値観みたいなものがすごいスピードで変わっていっている。移住して本当に良かったなっていうふうに思ってます。移住者だっていう疎外感みたいなものを感じたことが全然なくて、みんなすごい受け入れてくれるんですよね。遠野美術クラブの講座は月3回ほど。場所は廃校を活用した施設の教室で、まるで美術室のようです。生き物とか椎茸とか絵が上手くなった気がする。今までそういう教室とかなかったので、うちの息子は絵好きなので、とってもいい機会になりました。阿部さんは遠野高校の人材育成プロジェクトでデザインを教えるなど、地域に根ざした活動も行っています。遠野全体が美術にすごく盛んな街になってくれたら嬉しいなって思いますし、魅力的な部分が外に伝わるような、そういう仕事ができたらいいなって思ってます。いろんな教室やってみたいなって今思っていて、来てくれる人が一人でも多くなれば嬉しいし、いろいろ工夫しながらやっていきたいなって思ってます。美術をもっと気軽に楽しんでもらいたい。ご夫妻の夢は遠野で広がります。美術は面白い。グッドラック。相手の立場になって考え、行動し、より良い関係性を築くことを大切にしています。この番組はコーレクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。